皆さんこんにちは、モテ塾塾長のミガミックスです。今回はときメモ4第2項やっていきたいと思います。前回第1項では、初めてのデートの誘い方ですね、こちらをやったんですけれども、ちょっと復習の方をしていきますと、まずは幼馴染の女の子を作ると。で、その幼馴染を通して女の子の電話番号をゲットする。で、電話番号をゲットしたら、そのまま直接電話をかけてデートに誘うと。そんなようなやり方で、初デート、無事こなすことができました。で、今回はその続きですね。ちょっとカレンダーの方を確認していきましょう。で、休日のところにデートに誘えるわけなんですけれども、ちょっとね、5月ゴールデンウィークが、ありまして、で、ゴールデンウィークはね、どこか1日デートしたいという気持ちはあるんですけれども、この前ね、26日デートしたばっかりなんで、あんまりすぐにね、デートするのも、どうかなとは思うんですけれども、ゴールデンウィーク、どっか1日はやっぱりね、女の子と過ごしたいという気がありますので、またちょっと星川さんに電話しちゃいましょう。星川真希と、電話をかけますか。もしもし、三上ですけど。あ、今日はどうしたの？いつ誘おうかなって相変わらずデート前提の電話なんだな。どうしようかな。4か5あたりで行きますか。こっちにしよう。で、前回はショッピング街に行ったので、ちょっとショッピング街は、封印と。そうするとどうしようかな。1回もデートしてるんで、そうですね、アミューズメントスポットにでも行ってみますか。施設利用料3円かかるけど、しょうがない。よかったら来月の4日にアミューズメントスポットに行かない？その日は、大丈夫、空いてるよ。よしよしよし、それじゃあ来月の4日にアミューズメントスポットで待ち合わせってことで。忘れずにメモメモっと。はい、それじゃ当日待ち合わせ場所でね。いや、ゴールデンウィークだからね、予定が入ってるかなとちょっと思ったけど大丈夫でしたね。 OKOK、遅れずに行くよ。それじゃあ、やったー、楽しみだぜ。5月4日だな、忘れないようにしよう。そうで、充電は、来月になったら補充されるので、ちょっと別の人に、電話をしましょう。学ぶかただしか、じゃあ学ぶくんに電話してみましょうか。あんまりね、男と会話するのも気が乗らないんですけど。もしもし、三上ですけど。なんだお前か、用がないなら切っていいか。そりゃそうだよね、ごもっともだよ。そう言わないでちょっと付き合ってくれよ。ちょっとだけならいいか。そういやお前、最近無理してないか。何、無理なんて全然してないよ。たまには休まないとミスが増えるだけだぞ。ああ、気をつけるよ。学ぶといろいろな話をしたってくさじゃあ俺、そろそろネットの世界に戻るわ。俺もネットの世界に戻りてえよ学校でな。なんだか気分が軽くなった。学ぶと話すのも悪くないな。通話不可、バッテリーが切れた完全に携帯の画面が真っ暗になったな。お前の家には充電器がないのかっていう感じだけどね。今週はどうしようかな。じゃあ運動でもしますか。ちょっと運動の値が低いんで運動して、で、休日はね、パラメーターの伸びがいいんで、こういう時に寝ておきますか。休養と、やっぱりね、休日は寝て過ごすのが一番いいですよね。さてと、今日も学校に行こう。ショウ、おはよう。あ、ミエコ、おはよう。これから学校？あ、そうだ、渡すものがあるの。何くれんの？何？はい、今月のお小遣い、ちゃんと渡したからね。お小遣い20リッチを手に入れた。あ、ありがとう。でもなんで宮子が持ってるんだ？おばさんから預かったの。なんで？直接渡してくれればいいのに、なんでかな。知らないわよ、日頃の行いが悪いんじゃないの。グッ。とにかく
これから毎月私が渡すことになったから。え、毎月？うん、毎月。何か問題ある？いや、ピンハネしてそうだよ。20リッチって本当は合ってんのか。実は25リッチで5リッチピンハネされてんじゃねえか。問題ってわけじゃないけど、同級生からお小遣いもらうっていうのはな。いやいや、そんな問題よりさ、いらないんだったら。なんで直接渡してくんないの本当に。家庭環境大丈夫か、この親子関係。亀裂が入ってそうだな。いえ、もらいますと。なんか釈然としない気もするが、まあもらえないよりはマシか。あ、そろそろ行かなきゃ。ほら、早くしないと遅刻するわよ。そうだね、じゃあ行こう。いや、これで女の子と投稿ができるな。いいな。5月3日、メールが来てますね。メール1件、メルマガ5件と。じゃあちょっとメールから見てみましょう。まなぶくんからですね。ありがたく聞きたまえ。よう、元気か。やっとゴールデンウィークだな。どうせ暇してんだろ。いやいやいや、一日デートするよ。俺は女の子のことが得意だ。だからお前にいいことを教えてやるよ。女の子と知り合う方法だ。気になるだろ、心して聞けよ。女の子にはそれぞれ好みがある。運動できるやつが好きな子、文系できるやつが好きな子。お前が運動や文系を鍛えれば、それだけそういう子と出会う機会が増えるってわけだ。あとは部活動で知り合うこともできそうだな。休日は自己鍛錬の成果もでかいぞ。いろいろ挑戦してみることだな。休日寝てばっかりだけどね俺。じゃあ頑張れよ、学ぶと。だから相変わらずすげえ文章打つな。メールでこんなことを打ってくれる友達なんていないでしょう。じゃあ、まあ、これはこれでよしとして、5月3日、そうかそうか、ゴールデンウィークに突入したんだな。なんかどうもこれを切られちゃうな、カレンダーを見ようとすると。まあ今日はそのままぐうたらしてよ。で、5月4日デートですね。それじゃあアミューズメントスポットで星川さんを待とう。よし、時間通りに着いたぞ。三上くん、いいね、こう呼んでくれるっていうの。あ、星川さん、おはよう。それじゃあ早速行こうか。アミューズメントスポットって何があんの？よし、今日は遊ぶぞ。ねえ、どこに行こっか。プライズコーナーに行こうか。ビデオゲームコーナーに行こうか。あー、まあ、星川さんだったらプライズコーナーですね。まあ、いわゆるあれですよね、 UFO キャッチャーですよね。俺ちなみにね、このプライズめっちゃ得意っすよ。この時のためにね、めっちゃ鍛えましたから。山分けなんてね。いや大丈夫大丈夫、いっぱい取ってね、山分けできるマジで。まあ、その分マジお勉強代もめっちゃ払いましたけどね。まずはクレーンゲームからやろっか。どれがいいかな。この可愛いぬいぐるみはどう。この萌えフィギュアはどう。お菓子の詰め合わせはどう。まあ、萌えフィギュアね、欲しいけどね。まあ、星川さんはこれでしょう。可愛いぬいぐるみを取ってあげましょう。あ、いいね、可愛いな。よし、絶対ゲットするぞ。よし、俺が絶対ゲットしてやるよ。っていうかね、クレーンゲームはね、ただね、クレーンのね、いわゆるアームの強さがやっぱりあるんで、もう絶対取れないのはね、絶対取れないんですよ。まあ、そこのね、見極めをしないといけないんですけど。バッチリいい印象を与えたみたいだぞ。ってことは取ってあげたのか。今日は本当にありがとう。最高の一日だったよ。また誘ってね、待ってるから。それじゃまたね。よし、今日のデートも大成功だなこりゃ。で、5月5日、まあ寝ておきましょう。こういう時に寝ておくと、まあ、休みは寝るのが一番ですよ本当に。で、今週はどうしようかな。ちょっと勉強をしますか。勉強を、文系だなやっぱり俺は。おお、めっちゃ失敗してんな。よし、ホームルームを始めるぞ。今日はまずこのクラスの代表となるクラス委員を決めようかと思うんだが。え、遅くないか。ゴールデンウィーク明けだぞ。こういうのって4月に決めておくもんじゃないの。誰か立候補するやつはいないか。いないよな。お、星川さん、どうした？お、言ってるし、普通に。ん？星川さん、どうかした？よし、決めた。はい、先生、私でよければ、やります。おお、星川、やってくれるか。他に誰もいないようなら、よし、星川に決定。よろしく頼むぞ、星川。はい、頑張ります。
クラス委員になっちゃった。クラス委員ってこうやって決めるんだっけ。こんな簡単に決まるもんなんだっけ。なんかもう決め方とか忘れちゃったな。星川さん、クラス委員って大変だよきっと。うん、ちょっと迷ったんだけどね。でも頑張ってみようかなって。てかさ、今隣にいるの星川さんじゃん。で、俺の視界にさ見える女の子が今 1,2,3,4,5 人見えるわけじゃないですか。これみんな別に普通に可愛くないですか。このクラスレベル高えな女の子の。星川さんってさ、中学生の時とかにクラス委員やってたの？ううん、全然。え、そうなの？それなのに立候補するなんてすごいね。そんなことないよ。高校生になったらいろいろチャレンジしてみようって思ってたんだ。星川さんもあれか、高校デビューかこれ。だからね、まずは身近なところからやってみようかなって。チャレンジか、俺も何かチャレンジしてみようかな。全くそんな気は起きないけど。さて帰るか。あ、ちょっと待って。あ、星川さんどうしたの？あのさ、何か困ってることないかな。ほら、私一応クラス委員だし。クラス委員ってそんなこともしないとダメなの？御用聞きみたいな。困ってることか、何かあったかな。今困ってることって言えば、困ってることがなくて困ってるんだよね、むしろ。例えば高校生活で役立つ特技とか。何、特技とな？特技？何それ。あ、もしかして特技のこと知らないの？いやいや知らんすよ。それじゃそんなの私が教えてあげるね。よろしくお願いします。はい、それじゃあ簡単に説明するね。まあスキルみたいなものっすね。まず特技というのはいろいろな種類があるんだよ。勉強ができるようになったり、運動ができるようになったり、体調管理がしやすくなったりとかね。中には本当に役立つのって思うのもあるけどね。まずは自分が伸ばしたいなと思ってる分野の特技を覚えるといいと思うよ。次は特技の覚え方。特技を覚えるには経験が必要になるよ。いきなり難しいことを覚えようと思ってもやっぱり無理でしょ。まずはいろいろな経験を積まなくちゃね。そうですね、経験はあの基礎値のね右の方にあったやつかな。まあ今緑で、41って書かれてますけど。今の君の経験は説明してくれるか。そう、これこれこれ、このくらいだよ。例えばこの特技を覚えたいと思ったらこれだけの経験が必要になるの。経験は特技を覚えるたびに減ってしまうけど、あまり気にしないでね。経験は日々の生活の中で溜まっていくから、どんどん覚えちゃっていいと思うよ。次は特技の使い方。特技は覚えただけでは効果が出ないよ。覚えた特技は忘れないで実践してね。まあセッティングするってことっすね。あと覚えられる特技の数に制限はないんだけど、実践できる数は6つまでなの。いっぺんにいろいろなことやろうとするとこんがらがっちゃうもんね。今自分が伸ばしたい分野を考えて特技を使い分けるといいと思うな。最後に特技を覚えたり実践するのを選べるのは各楽器に1回だけだよ。あまりコロコロ変えちゃってもなかなか身につかないからね。だいたいこんな感じかな。まずは自分でいろいろ試してみてよ。隣にいるからわからないことがあったら聞いてね。じゃあ早速やってみよう。よし、やってみよう。ということで、基礎体力はね覚えておきたいんですよね。コマンド実行時に体調が減りにくくなりますと。まあ効果小ですけれども、これ覚えましょうと。で実践もしましょうと。でこれでスキルツリーになってるんで、まあ覚えていくと先が見えてくると。一応全体でセレクトで見えるんですけども、まあ、何を覚えられるのかっていうのはちょっと分かんないんですよね。まあネットとかで調べりゃそれは載ってるんですけど。これで終わり。待って終わらないよ。でこれは反射神経、根気力、運動が強化されますと。で病弱、病気にかかりやすくなりますが女の子がお見舞いに、来てくれやすくなりますかな。抗ノイローゼ、ノイローゼになりにくくなりますと。これがなんか運動関係ですね。で、コミュニケーション、語彙センス、
デート時にたまに女の子がドキドキすることがありますと。いいなぁ、語彙センス。協調性、学校内で女の子と会った時に仲良くなることがありますと。効果微小。パフォーマー、平日に女の子と出会いやすくなります。お笑い好き、デート時に女の子を傷つけないようにしますと。まあこんな感じでありますね。学問、読み書き、文系が強化されます。これはもう単純に数値が上乗せされる感じですね。論理的思考で、理系が強化と。マナー、甘党、原付免許、原付バイクが買えるようになり、郊外でのデートでリッチが節約、できますと。休日の鬼、情報通、節約上手。これ覚えたいな。リッチの節約が得意になりますと。この特技を今すぐ実践しようかな。はいと。あ、バイト達人か。次はバイトはねしないからね。で、その他、超能力、何かが起こるらしいです。これなんだっけ、もう忘れちゃったな。で、朝方のライフサイクルになり、調子の変動が早くなりますと。で、まあ特技をね覚えていくと、上位特技っていうのも覚えられるようになります。これで終わりにしていいの？今回はこれでいいでしょう。 OK。 ちょっとね経験も取っておきたいんで。どう？だいたいこんな感じなんだけど、わかった？本当に星川さん人の席座ってんな。これ誰の席なんだ。絶対星川さんの席じゃないよねこれ。うんって、うわ。ん？どうかしたの？いや、なんでもないです。びっくりした、こんなに接近していたのか。夢中で気がつかなかったよ。いや、そういうチャンスを逃すなお前。じゃあ説明はこれでおしまい。でもさ、他の人たちいなくね？この教室二人っきりだよね今、俺と星川さんの。最初は難しいかもしれないけど、慣れれば簡単だよ。みんな速攻で帰っちゃったんだな。うん、ありがとう、大体理解できたよ。いえいえ、どういたしまして。それじゃあね、バイバイ。さすがに一緒には帰れないか、まだまだだな。特技か、活用すれば便利かもしれないな。うん、それにしても星川さんは無防備というか、なんというか、ま、嬉しいけどね、へへへ。今日は5月の10日。まあ、デートはね、多分ね、2ヶ月に1回とか3ヶ月に1回とか、むしろそんくらいのペースでも大丈夫なんですよね。で、期末試験があったりするので、まあ、当分の間、休日は、自分を磨いていきましょう。5月13日、みやこの誕生日か。6月1日は星川さんの誕生日ですよね。まあ、これは覚えてると。お、ここなんかあるぞ。体育祭か。体育祭ってことは運動能力もちょっと鍛えたいな。まあとりあえず、なんで今月はもうデートに誘わないので、携帯電話を使って、ただしに電話をしましょう。で、電話をすると一応能力が上がったりするんで、まあ、ちょっとでもね能力を上げておきましょう。もしもし、三上ですけど。いや、どうしたんだ。いや、特に用事ってわけじゃないんだけどさ。なんだ、暇つぶしか。最近学校の授業があんまり面白くなくてさ1ヶ月でもうそんな感じかお前。まあそういう時もあるよな。でもそんな時こそ根性で乗り切らないと、後で泣きを見ることになる。なるほど、根性が上がるのか。うん、そうかもな。ただしといろいろな話をした。じゃあまたな。うん、それじゃあ。根性がついた気がするってただしと話すのも悪くないなって。電話で根性がつくのもすげえよな。で、学ぶも電話しましょう。ついでだし、こいつは男と話してばっかりだな。もしもし、三上ですけど。うん、どうした。それがちょっと暇でさ。暇？ネットで動画でも漁ってりゃいくらでも暇つぶしできるぞ。もう学ぶくんはこう暇のつぶし方っていうのを分かってるね、この人は。そういや、芸術の勉強してるか。芸術の勉強とかさ、普通しなくね専門学校じゃないんだからさ。コツコツやってるうちに後からセンスもついてくるって話だぞ。なるほど同じこと言ってるし。学ぶといろいろな話をした。お、もうこんな時間か。それじゃあまたな。悪いな、付き合わせて。それじゃあ。芸術センスが良くなった気がする。学ぶと話すのも悪くないな。友達と話すだけでさ芸術センスがつくってすげえよな。今日はまあ休日なので、また寝ておきましょうと。これね、寝るとね、あの経験が結構増えやすいんですよ。で、どうしようかな。運動を上げておくか。
体育祭に備えてマナムくんがいますね。今日は疲れたな。あ、マナブだ。一緒に帰ろうと誘う。よし、誘おう。マナブ。おう、今帰りなのか。一緒に帰ろうぜ。そうだな。ま、予定もないし構わんぞ。じゃあ帰るか。マナブにいろいろと愚痴を聞いてもらったってそんな愚痴ることあるか。気持ちが楽になった気がするぞって。マナブも大変だな。こんなやつの愚痴を聞くなんて。何を愚痴ったんだか知らないけど。メールがまた来てますね。メール一件、受信ボックスと。超ありがたく聞きたまえ。よう、友よ。五月病にかかってないだろうな。安入いなお前にまたまたいいことを教えてやろう。知り合った女の子をキュンキュンさせる方法だ。大いに感謝しろよ。で、デートに誘えばいいんだろうって。甘い。三、何これ。三温糖か。三温糖より甘い。そんなこと言うか。女の子と知り合ったからって自己鍛錬を怠ってはいかん。デートに誘うのも大事だが、テストでいい成績取ったり、部活で活躍したり、学校行事で目立ったりすると女心はキュンってくるわけだ。女の子たちはお前の日々の行動もしっかり見ているんだぞ。精進を怠るなよ。じゃあな、学ぶ。最後にさ、自分の名前書くか。もうビジネスメールじゃないんだからさ、別にさ、友達とメールするんだからさ、最後に名前入れなくてもいいだろう。しかもまたさ、こんなさ、丁寧な文章。まあ、文章自体は別に丁寧じゃないけど、こういう文章打たないよね。友達相手に。まあ、じゃあ事故の鍛錬を怠らないように寝よう。いや、やっぱりさ、休むこともね、重要だよ。で、今はバイオリズムがね、あんまりなんで、よろしくないので、まあ、文系の勉強でもまたしておきますか。まあ、一応文系伸ばして、お、星川さんだ。え、これ星川さん誘えんの？一緒に帰ろうって。今日は疲れたな。あ、星川さんだ。星川さん、呼び止めたよ。こいつの行動力が半端ないな。三上君。いいね、こういうとこでも名前を呼んでくれるんだ。名前っていうか名字だけど。何？どうしたの？え、いや、ちょっと待って、誘えないよ、俺。今の俺の気持ちからすると、まだ、だって5月だよ。5月に入ったばっかりでさ、女の子と一緒に帰ろうなんて言えなくね？あ、あのさ、デートに誘うってマジ？ちょっと待って、早いだろ、早いだろっていうかさ、こんなところでデートに誘わねえだろ、普通。まあ、別にデートに誘ってもな。まあ、今回はちょっと見送りましょう。俺もチキンなんでね。いや、特に何も。いや、別に何でもないや。ははは。やばい。変なの？じゃあね。気持ち悪いと思われたかな。ああ、俺の根性なし。絶対こいつキモって思われたよ。もう5月の24なんで、ま、デートには誘わないので、携帯を使い切っちゃいましょう。また、学ぶと、ただしと話しますと。もしもし、三上ですけど。なんだ、お前か。用がないなら切っていいか？ま、ここら辺は一緒ですね。ま、そういや、芸術の勉強してるか？コツコツやってるうちに。じゃあ俺そろそろネットの世界に戻るわ。またな。うん、学校でな。これどれくらい上がるんだっけ、芸術センスとか。で、ただしとも話しましょう。もう携帯使えなくなるけどいいでしょう、別にそれはそれで。よ、なんだ、そういえば、お、無理してないか。これ体調が回復するんだっけな。たまには肩の力抜けよ。じゃ、またな。でもさ、こっから先携帯が使えないって不安だよね。あと2週間くらいある。バッテリーが切れた。1週間か。1週間携帯が使えないんですよ。もう今絶対考えられないですよね。1週間携帯が使えないとか言われたら不安でたまんないよ、いろんなことに対して。確かに体調が上がってる気がするな。まあここは寝ておいて。あ、そうそうそう、バイオリズムがね、こう最悪の時にね、寝ておくっていうのもね、一つ手なんですよね。上がりが悪くないんで。あ、違くて、上がりが悪いんで、こういう時に寝ておくと。で、バイオリズムがいい時に、まあいろんなことをすると。あ、もうすぐ星川さんの誕生日じゃないか。何かプレゼントしようかなと。まあもちろんプレゼントはしましょう。何を買おうかなと。ガールズポップの CD10 リッチ。
ハニワの置物2リッチ素敵な笑顔プライスレスっていう感じなんですけれども、まあ、これはね普通にね高いものを買えば喜んでくれます。女の子は単純ですね。よしプレゼントも買ったし、あとは誕生日を待つだけだ。物で釣ると、やっぱ物で釣るのもね重要なんですよ。でまた体調を上げておきましょう。上げられる時に体調を上げておくと。で、6月に入ったので携帯のバッテリーも回復しましたね。じゃあどうしようかな。容姿、運動、運動がちょっと低いから運動を上げていきますか。今月の小遣いは先月と同じ額か。20リッチ手に入れたと。星川さんを探してプレゼントを渡そう。あ、いたいた。星川さん、誕生日おめでとう。これプレゼントだよ。っていうか夏服に変わってんな。6月に入ったからか。わあ、本当に嬉しいな。開けてもいい？確かに星川さんって多分席隣ですよね。でもそこで渡せないですよね。教室の中だとみんないるし、ちょっと恥ずかしいですもんね。だからこういう廊下でのところで渡すと。もらっていいの？わー、これ欲しかったの。大事にするね。本当にありがとう。めっちゃ喜んでくれてんな。そんなに喜んでくれてるなんて、プレゼントしてよかったな。まあ、確かにこの笑顔は本物だと信じたい。体育祭、今日は体育祭だ。体育祭ってなんかやるんですよね。どの競技に出ようかな。これ確かね、綱引きがね一番簡単な気がするんだよね。サボるとかって女の子の心象が落ちるんで、二人三脚 100m 走はもう確実に自分の運動能力が必要なんで綱引きだな。よし綱引きに出よう。綱引きはクラス対抗だってさ。ふーん、クラス全員の力がものを言う。手を抜くなよ。おうやる気がないんだかあるんだか、やり方すらもう覚えてないな。クラス対抗の綱引きだよ。制限時間内に綱をできるだけ自分の陣地に引き込めば勝ちだよ。丸ボタンで綱を引くよ。ただスタミナには注意してね。スタミナがなくなると動けなくなっちゃうよ。うんうん、味方の掛け声に合わせて綱を引くとより効果的だよ。みんなと力を合わせて頑張ってね。そんなんだったっけ。あ、そうだそうだ、OS って言ってる時だ。あれ、これだ。こういいぞ、ガンガン行くぞ。いいぞ、これいいんじゃん、いいんじゃん、いいんじゃん、かなりいいと思うよ。もうこれ引き込めるでしょう。楽勝だなこれ。ガンガン行くぞ。よーし、完全勝利。てか一番後ろのやつ誰だ一般キャラだったな。おお、勝った。俺たちやるな。お前は何もしてないだろ。こいつは頑張ってたけどな。そうかな。ただしにそんなこと言われてもなまあ頑張ったことに対して褒めてくれたのはいいけど、というところで、じゃあ、6月に入りましたので、今回はここで終了して、次回は夏に入りますので、まあ、期末試験も頑張りつつ、やっぱりね、海ですね。7月、8月あたりで確か海に行けると思いますので、まあ、ぜひね、星川さん、海に誘って、水着を拝みたいですね。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。では次回第3項でお会いいたしましょう。